Hey you guys. でちょっとさお伺いたいことがあるんですけれどもね、なんか努力をしているんだけどうまく進んでいないっていう人いないかな、ね、なんか頑張ってるんだけどなんか成果結果がついてこないっていうね。でちょっと今日はなんか頑張り屋さんのねあの人たちにメッセージがあるんですよね。でどういうことかっていうと今世界に大きい変化が来ていますよね。例えばね政治的な変化が来ているね、アメリカとか見るとすごいよね。でもアメリカだけじゃなくて世界にこういう政治の変化が来ていて、でとその働き方ね、コロナっていうのが来て、でコロナ自体が大ショックを世界に与えて、で今度働き方も変わってきて、で今度今ワクチンっていうところですっごい大変になって、でそれだけじゃなくてさね、地球にも変化が大きいの来てるじゃんね。なんか洪水っていうの、フラッド、水がね、川が溢れたりとかね、なんか氷河が溶けたりとか、なんかね、山火事が毎年連続でね進んでったり、でそのゴミの問題っていうのもあって、これからのねゴミどうするの、プラスチックとかね、で本当に今世界でね、いろんな大きい変化が起こってる時にすごいエネルギーが変わってると思うのね。で僕たちはね、このなんかリラックスする、ね、自分のセルフケアの時間を用意するっていうのをちょっとなんか頑張り屋さんの人たちは特になんか忘れがちになっちゃうと思うんだよね。ね、でやっぱり僕は今時代に変化が来ていて、僕が思うのは、ね、もうこのような問題っていうのは、ね、無視してたらいけないっていう問題がいっぱい現れていると思うのね。全てではないと思うんだけど、ね、中には例えば地球温暖化っていうのは、これは人類、僕たちが責任を持ってチェンジ、変化していかないといけないことだと僕は思うのね。もうそのなんかね、なんか政府に任せるとかね、なんかね、会社に任せるとか、お金を持ってる会社に任せるとか、そういうことじゃなくて、もう脳は脳なのよ。ね、このままだったら地球っていう、この温暖化がなって、ね、僕たち人類が失敗しちゃうわけよね。だから、なんか前はね、ちょっとなんかいっぱい工場を作ってビジネスやって、で、ね、なんかね、景気が良くなるからっていう感じで、なんかみんな目つぶってて、で、気づいてる人たちはちょっとこれやばくないって言ってたんだけど、もう今は、もうこのままだったら、ね、高速道路乗って壁に当たるよって、スピードで、バーンって当たっちゃうからもうダメですって。いや、儲かってるんだけど、いや、儲かってるんだけど、儲かってないんだけど、関係ない。ね、これはダメなものはダメなんですよ。でこのような感じのものが、ね、働き方もそうだし、ね、男性と女性のそのフェアなワークプレイスとかそういうこともあるし、いっぱいあると思うんだよね。でそういうのが今なんかね、わかんないね、インターネットが開発したからみんな情報がゲットできるのかな、もう本当に時代的に、ね、変わってきて、であとコロナっていうのもあって本当に考える時間もあったしね、一人でなんか家の中でずっと考えてた時間があったら、やっぱどうやって生きていくんだろう、僕の人生の中で大切なことは何だろうってね。だからね、前の頑張りと今の頑張りっていうのは実はちょっと違ってくると思うんだよね。でそれはどういうことかっていうと、前の頑張りっていうのはなんか認められることね、周りの人から認められるとパワーがつくね、周りの人から認められると偉い人になれるんだね。だからこの決められたルールの中で努力して成功すればいいって。でも今はこのルール自体が変わってきてるから、前と同じような努力をやっていても、同じ結果がをゲットしても、それが本当に自分の心が望んで幸せになれることかって言ったら違うんだよね。会社の働き方、会社、これ人一人ベースのところもあるし、そのチーム、会社とか、ね、お国とか政治の目的でもあるのよ。だからこういう変化が来てると思うんだけど、ね、だからで、あとその今特にね、人の目線を気にする人たち、ね、僕もそうなんだけどね、人がどう僕のことを考えてるのかって僕いつも気になってるのね。だから YouTube の再生数が上がらないと、あ、僕に問題があるんだってね、でそうやって自分のパワーを周りのなんか知らない人たちに与えてるわけよね、僕は実際に。でそれよくヘルシーじゃないなって言って今その場でセルフワークとかやってるんだけど、今特にこうやって世界中に変化のエネルギーが来ていて、で僕たちの身近な、僕たちの人生の身近な人、周りの人たちだよね。なんか奥さんとか旦那さんとかお父さんお母さん子供とかね、クラスメートとか先生とか、いつも会う人ね、同僚っていうのかな、仕事で働く人たち、上司部下とかで、そういう人たちも実際このエネルギーを、まあ、食らってるっていうか、絶対このエネルギーフィールドの中に入ってるのね。でテレビニュースつけたらもうすっごいことが起きてるわけよ、僕ね。で
こういう人たちも変化を感じていて、その人たちもね、その自分の人生の責任っていうことを考えているから、で自分がなんかニコニコしていると、特になんか頑張り屋さんで人の目線を気にする人たちね、なんか優しくいたい人っていうのは、怒らないで優しくいてって言って、自分がなんか遠慮する、で自分が相手の気を使ってあげてるから、気ってエネルギーじゃん、気って感じで書いてエネルギーを使ってるから、で自分のエネルギーをそっちでなんか相手に合わせちゃうんだよね。で相手が怒らないように、相手がもっと楽になるように、大丈夫みたいな感じで、はいすいませんみたいな。でこれをずっとやり続けてると、僕たちのエネルギーが低くなっちゃうんだよね。で今後僕たちのなんかこういうなんか出番っていうのが出てくると思うのね。出番っていうのがいっぱい出てくると思うのよ。例えばね、やっぱその人の目線を気にする人たちとかはなんか優しい人だと思うんだよね。気を使う人ってね。でこのこれおかしいよねって、例えばゴミの問題、いつもこうやってプラスチックを使って、ね、例えばアメリカでプラスチックのリサイクリングは実際になんか 80% の場合はリサイクリングされてないかもっていう、今こういう事実が現れてるんだよね。うわーって感じなのよ。これビッグニュースなんだよ。でやっぱりそう、じゃあそれじゃあなんで会社はまだプラスチックでいっぱい商品作ってるの、おかしくない、バイオディグレードブルなね、あのね、土に置いたらとろけるような、溶けるようなプラスチック使った方がいいじゃんとか、ね、こういう感じのリーダーシップが絶対必要になると思うんだけど、ね、ポイントはさ、周りの人たちは絶対自分のペースでもう変わっていくと思うのね。なんか前は僕たちがそのチェンジをファシリテートするっていうか、前は僕たちがそのチェンジをのチャンスを作っているみたいな感じでも、今はもう時代的にもうチェンジするしかないと。このまま目つぶっててね、高速道路を運転してたらコンクリートに当たるよってね、どういるのか、ね、それはもうみんなが責任持たないといけない時代に今入ってくると思うんだよね。もう入っていると思うんだよ、入り始めたとね。でおそらくこれはもっと長く続くわけよ、ね、だから論理的に考えると、このようななんかニキビスーってやるとプシューンってなんか火山みたいに爆発するじゃん。このようなエネルギー的な、リアルにみんなのお金とか、みんなの努力とか、人の努力とか、ね、法律とか、そういうビジネスを守ってる法律とかいっぱいあるわけよ。ね。で、こういうのに今スポットライトが照らされて、そこでまた爆発して、で、そうすると、前のままがいい人たちと、このままどっちも触らなくていいじゃんっていう人たちと、変えた方がいいよねっていう人たちも現れてきて、そこでまたエネルギーの動きっていうのも来るんだよね。でいろんなことね、地球温暖化っていうのもあるし、僕たちのビジネス、僕たちの政治ね、そういうなんかあのいっぱいあるわけよ。でそういうのがおそらくいっぱい出てくると思うからね、なんか行動してるんだけどうまくいかないなっていう時は、たまには休むっていうのもすごい大切だと思うんですよね。なんかあの僕のあのなんかすごい頭、斉藤ひとりさんっていう方がねこう言ってたんだよね。たまに一番早く目的に行きたい時はね、それなんかその米を育てる田んぼがあるじゃん、ね、田んぼの反対側に行きたいときは、たまに早いときは田んぼを外側で外を歩いていく方が早いよねってね、だから行動してもっと結果を出せないといけないんだって思っているかもしれないんだけど、たまには休んだ方が、自分が本当に求めていることは何だろう、自分が向かいたい方向は本当にこれなのかって、で自分の特に人に気を使っちゃってね、いっぱい優しくいる人たちは、自分のガソリンタンク、愛情のガソリンタンク、思いやりのガソリンタンクを満タンさせる。そうするともっと僕たちがその人の、なんかみんな変わってきてるから、みんな生き方とかマジすごいよ、うん、本当に。で、そういう、それをなんかサポートできる、ね、そういう一部になってくると思うんだよね。出番はいっぱいある。変化の時代っていうのが今来ている。おそらくこれは長く続く可能性がある。で今本当に変化が来ているから、ね、僕たちも休むっていうのを忘れないでね。Alright, thank you so much for checking out this course. でね、ちょっとね、この動画のスポンサーを紹介できればと思います。今回の動画のスポンサーは、実はね、あの、僕たちが、最近、今年の2月に始めたフライトプログラムっていう、クルーズのオンラインサロンみたいなんだよね。ね、その中にはね、実は僕がおすすめしている、瞑想のやり方のコースっていうのが入っているんですよ。13日のコースかな？うん、それが入っているんですよね。でぜひね、これあの、今無料で試すことができるので、もし瞑想とかそういうね、感じでやっぱセルフケアっていうのはね、努力するセルフケアっていうのも絶対大切だと思うんだよね。本当にダラダラしてるのはセルフケアじゃないと思うのよ。だからたまには目標を決めて、よっしゃって時間管理をやって、よし、ね、10分の法則を使う、
ね、5秒のルールを使うとか、そういう感じで目的を、ねね、自分の目的に向かっていくことはすごい大切なんだよね。でもこの反対側、ね、なんかこの世界は特になんかこういうなんか好きなことで生きていくっていう人たちとか、ビジネス系の人たちはなんかすごいそのポジティブポジティブと、なんか自分に鞭を打つんだよね。だからそのなんていうのかな、もっと厳しく、もっと時間管理する、もっと10分の法則、もっとね、行動行動行動ってなるんだけど、この反対側の休むセルフケア、ね、ストレッチするとか、栄養があるものを食べる、運動するとか、瞑想をするとか、ね、自分のスピリットワーク、ハートワークを、ね、自分の成長の学びっていうのをやったりとか、ね、そういうなんかねこともあるからね、ぜひねこれはおすすめしていますので、I just wanted to share about this awesome awesome 本当にすごいよこれは、すごい、楽しいです。 Alright you guys, I love you guys so much。 また来週のね日曜日サザエさんの時間になったらね、こういうビデオをアップしたいと思っておりますので、 Hopefully I'll see you next week. Thank you so much.